でいてください。はい、でおめでとうっていうシーンがあったらおめでとうみたいな感じで適当におめでとう言ってください。周りの人にお願いします。はい、でちなみに、はい、そうですね、はい、振りがあるんですけども、拳を上げておめでとうで上げてください。突き抜け、うん、次はあ歌詞、はい、ひとまず歌詞はいつも通りの歌詞で、あなるほど、はい、振り付けはやった方が分かりやすいかなと思います。突き抜けるほど開いて下げる、はい、上げてから開いて下げる、次はもう一回上げて、今繰り返しをしてますよ。ゴーファイエルは両手広げて、次最後に振ります。ハッピーバースデートゥーユー、はい、できる人はやってみてください。はい、お願いします。はい、準備はいいですか。大丈夫ですか、めくり方。はい、OK。 それでは慌ただしいと思います。サビの部分が、はい、サビの部分が、あのハッピーバースデーに変わります。はい、変わります。では3月生まれのこの会場内だと、森田さん、うられちゃん、かなちゃん、かなちゃん、お母さんのよしこさん、はるひ、合ってますか。当てる、はい、当てます。皆さんに向けてゴーファイト、お誕生日おめでとう。
後ろの人見えましたありがとうございます。なんか幻聴が見えたかと思った。幻聴だったお前このサプライズでした。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。皆さんもあのねこの MKTV 最初に決まった時点ではまだあのアラチョの卒業を発表してなくって、実は本当に普通のゴーファイトを歌うつもりだったんですけど、やっぱりと思って、ね、みんなからの気持ちなんですけども、どうですか。あ、いらないかいや、すごいびっくりしすぎて最初何が起こったのっていうことから始まり、でもなんか皆さん一人一人となんか目が合うたびに涙が一粒ずつ垂れてきましたありがとうございます。お忙しい中来てくださって、あ、セキーさんとかもねありがとうございます。花粉も来てもらって、よかったら花粉、まだ今幻聴だと思ってるお化けお化けで、この後ね来てくださった皆さんと私たちでまたねちょっとアラチョを囲んで、あの皆さんを元気にすることと、またあのアラチョ の応援をさせてもらおうかなって思ってますので、ありがとうございます。はい、すごいね。はい、あ、そして実はですねプレゼントがあります。何？キャブから。キャブから。へー、はい、開けてみてください。ありがとうございます。タタタタラララララ表彰何を今表彰されてるんでしょうか。今ベールがほどかれました。さすがテレビ史上。あ、こうですね。こうなんだ。失礼しました。オープン。おー、なんと写真立てをいただきました。こんなのですよ。手作り、ゆかろんの手作り。お花だおい。この AJO って書いてあって、あのこのユニフォームの、あ、ユニフォームだ。なんかちょっとじゃゆかろんからポイント。え、ポイント？うん、花びら、花びら。一枚一枚貼り付けてユニフォームをいつかやりたいなって思ってたのをやって、本当はこのユニフォームを真似て作りたかったんですけど、そこまで難しくてちょっと現状できなかったので、 AJO の背景にこのラインを入れました。あとは応援の花、黄色ね、黄色、メガホンを、あ、もうメガホンか、メガホンを花びら1枚で作って、1枚で、ありがとう、やって、はい、これ写真入れたらおもろいことになるね。写真入れたあとでね、画面飾って皆さんもぜひ近くでご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、改めてアラチョ、これまでみんなにたくさんの笑顔と元気をありがとう。ということで、あのまたぜひ遊びに来てほしいし、はい、新たな門出をみんなで午後アラチョでちょっと応援を最後させてもらいたいなって思います。ゴーゴーアラチョ、ゴーファイリン、ゴーゴーアラッチョゴーファイリーでいきたいと思います、ちなみに次回は MKTV AJO チャンネルは4月15日水曜日でございます。はい、では最後はアラッチョをみんなで応援して今日は終了とさせていただきます。では皆さん準備はいいですか。はい、はい、それではアラッチョ、4月からまた新たな天気のねお仕事を頑張るということで、私たちはみんなでこれからもずっと応援しています。せーの、ゴーゴーアラッチョゴーファイビー、ゴーゴーアラッチョゴーファイビー、頑張れ。ありがとうございます。先生、応援チャンネルでした。ありがとうございま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 す。皆さんもうね、本当にシンデレラガールになってるよ。